皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでも分かる通り J リーグニュース第26弾について紹介していきたいと思います。まあこのサムネの松本選手、ブルーノ・メンデス選手、井上志音選手というところに加えてね、中塩選手だったり川崎フロンターレの宮代選手というところもね触れていきたいと思いますし、まあ J リーグニュース、まあここ数回のところでね結構言ってますけど、まあ移籍のところがね、まあ終盤を迎えてるっていうこともあって、まあどんどんね移籍のリリースっていうところが出てきてますんで、まあそちらね今回は5つのニュースですね、紹介していきたいと思います。最後までご覧ください、よろしくお願いします。はい、ということでですね、まず一つ目の J リーグニュースは、サムネにも載っていた通り、ヴィッセル神戸が東京ヴェルディに所属する井上選手を完全移籍で獲得しました。まあちょっと前の動画でも言っていたんですけど、この冬のね移籍動向というところで、まあ放出が多いながらも、そこまでね動きが なくね不気味でもあるなと言っていたヴィッセル神戸でしたけど、ここでですね、ヴィッセル一筋、ヴェルディ一筋のですね、若きテクニシャンを獲得しました。井上選手は下部組織出身の選手で、2015年にトップ昇格を果たし、今シーズンも38試合に出場したいと、東京ヴェルディにとってね、欠かせない存在となっています。個人的には東京ヴェルディとしてもね、東京ヴェルディとしての井上選手を見たかった反面、J1 で活躍する井上選手というところを見たかったんで、まあこのヴィッセル神戸に移籍したことによって、来季ね、J1 で井上選手を見れることとなりますんで、まあ楽しみがね、また一つ増えて嬉しいなと思います。ヴィッセル神戸が来季どのようなフォーメーションで挑んでくるかなどはね、まだ定かではありませんけど、井上選手は前線でチャンスメイクができたり、かなりね、驚異的な選手になると思いますんで、来季の井上選手の活躍というところも注目していきたいと思いますし、これからのヴィッセル神戸の、まあ、移籍動向というところもね、しっかり追っていければいいのかなと思います。はい、ということですね、二つ目の J リーグニュースは、題名でもわかる通り、徳島ヴォルティスが川崎ロンターレに所属する宮代選手を期限付き移籍で獲得しました。宮代選手は世代別代表などの経験も持ち、今季はね J1 で初得点を決めるなど、川崎ロンターレにとってもね、日本のね、スターにとっても、まあ、これからがとても期待できる選手となっています。来季の川崎ロンターレも、まあ、小林選手だったりレアンドロ・ダミアン選手をねベースにセンターフォワードを起用していくことを考えると、宮代選手はまあそこまで出番は多くないのかなと考えますので、まあそういうことも考えてですね、7年ぶりの J1 に挑戦する徳島ヴォルティスで自分を成長させて徳島ヴォルティスのチームの力になるというとはね、とても宮代選手にとってもね充実したシーズンを送れるのかなと思いますので、まあ自分自身この宮代選手に対しては期待していますので、来季のね活躍ってところも、応援していきたいのかなと思います。まだね宮代選手は20歳という年齢でもあり、将来の川崎ロンターレのストライカーになる可能性を、ね、大いに秘めてる選手でもありますので、期待していきたいと思います。徳島ヴォルティスは7年ぶりの J1 というところに加えて、初のね J1 残留に向けてというところがねまず最低ラインになってくると思いますんで、まあ来季の徳島ヴォルティス期待して頑張ってほしいなと思います。はい、ということでですね、続いてのニュースなんですけど、ちょっと自分自身もびっくりしたニュースではありました。アビスパ福岡は今季限りでセレッソ大阪を退団したブルーノ・メンデス選手を完全移籍で獲得しました。ブルーノ・メンデス選手は2019年にセレッソ大阪に加入をして、2019年シーズンは24試合に出場して6得点。まあ、そこからですね、今季も所属して24試合で9得点とね、コンスタントに毎年得点を取り、活躍してきましたけど、まあ、セレッソ大阪が監督が変わったり、大幅な選手入れ替えというところによって、退団となってしまいました。そこでですね、来季5年ぶりの J1 に挑むアビスパ福岡というところがね、このブルーノ・メンデス選手の獲得に動き、まあ、この獲得というところまで至りました。J1 に貢献したね、東野選手というところなどが川崎ロンターレに復帰してしまってね、前線のボリュームというところがもう少し欲しいという中での、この一人で打開でき、スピードなども持ち合わせて J1 でもね、活躍をしているブルーノ・メンデス選手の補強というところはアビスパ福岡にとって大きな補強になったのかなと思います。アビスパ福岡は長谷部監督のもと、堅守を武器にね、J1 昇格というところを果たしましたんで、まあ来季の戦い方も堅守をベースにおそらくね、試合を組み立てていくというところを考えると、前線にね、まあこのブルーノ・メンデス選手のような一人で打開できてチャンスメイクもできる選手をね、獲得できたのはとても大きいと思います。またね、来季は過密日程というところに加えて4チーム降格というところを考えますと、サポーターにとってもこのね、ブルーノ・メンデス選手は嬉しい補強になったのかなと考えます。また、ブルーノ・メンデス選手の応援歌をね、J リーグで聞こえることとなれば個人的にも嬉しいですし、まあ来季の観客というところもまだまだ難しい問題でもありますけど、
まあこれからね、また緊急事態宣言も出て、まあ J リーグは無観客でやっていくのか、まあ少しね、今季同様少しの観客を入れてやるのかっていうところでね、まだまだ自分たちで応援歌を歌うっていうところは難しい状況になっていますけど、まあ聞けることとなれば嬉しいですし、来季のアビスパ福岡というところと、ブルーノ・メンデス選手の活躍に期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、続いての J リーグニュースは、まあこちらも非常に重要なニュースとか、自分にとってもね、注目のニュースでした。セレッソ大阪がサンフレッチェ広島に所属し、今季アビスパ福岡にレンタル移籍をしていた松本大志選手を期限付き移籍で獲得しました。松本選手は2017年に昌平高校から、まあ、高卒プロ入りということでサンフレッチェ広島に加入をして、世代別代表などの経験もあり、まあ、これからがね、期待される選手でしたけど、まあ、出場機会もね、そこまで得られないということもあって、夏にアビスパ福岡に移籍すると、まあ、移籍先のアビスパ福岡では25試合に出場して J1 昇格というところに大きく貢献をしました。そこでですね、サンフレッチェ広島にね、まあ、この冬レンタルバックするのか、まあ、はたまたね、アビスパ福岡に期限付き移籍延長というところで、まあ、二択を強いられていた中でね、と思うんですけど、まあ、この唐突と言ってもいい、セレッソ大阪というところのね、期限付き移籍になりました。松本大選手としてもね、今年行われる予定のね、まあ、東京オリンピックというところの出場に向けてアピールするためにもこの移籍を決断したと思いますし、代表選考というところで1チーム3人というところがね、まあ浮上している中で、このことを考えるとサンフレッチェ広島は東選手だったり森島選手、浅野優也選手などね、東京オリンピックを目指す選手がたくさん多い中で、セレッソ大阪は瀬古選手だったり西川選手などというね、まあ広島に比べて、まあ争う選手というか出場を目指す選手が少ないということもね、この移籍の要因になったのかなと考えました。個人的には松本選手が帰ってきてね、この冬の補強は折りかなと思ってましたんで、少しショックなところもありますけど、まず松本選手自身も、記事で言ってましたけど、めちゃくちゃ悩んだというところも言ってますんで、東京オリンピックへの思いというところは確実に強いと思います。まあこのね、松本選手の決断というところを尊重して来季もね、応援していきたいなと思いました。今季ね、しっかりとセレッソ大阪で活躍をして、東京オリンピックにも出場してくれてね、また一回り大きくなった姿で、来季、サンフレッチェ広島に復帰してくれればいいのかなと思いますので、まあ来季のセレッソ大阪とね、この松本大志選手を応援していければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今日の J リーグニュースのラストのところを話させていただきます。横浜 FC がヴァンフォーレ甲府に所属する中塩選手を完全移籍で獲得することが分かりました。中塩選手は今季がね、ルーキーイヤーというところながら、22試合に出場しました。ディフェンダーのね、選手で、181センチ左利きというね、特徴を持ちながら、中塩選手の左足からチャンスが生まれるという場面も多かったんで、まあ、この左足っていうのは中塩選手にとってのストロングポイントと言えると思います。まあ、この獲得した横浜 FC は今季60失点とかなり多くなってしまい、来季の4チーム降格というところと過密日程に加えてね、というところもありますんで、勝ち点をね、少しでも拾っていくために失点を減らしたいという中での、まあ、この中塩選手の補強になったのかなと思います。またね、1年を通して活躍していた小林選手というところがね、ヴィッセル神戸のレンタルバックというところもなってしまったのも、今回の移籍の獲得のね、動いた要因の一つなのかなと感じています。ヴァンフォーレ甲府としては、このサンフレッチェ広島に今津選手がね、移籍したり、今回の中塩選手というところはね、横浜 FC に移籍してしまったりと、ディフェンスラインがこの冬に一気に2人抜けてしまうというところはね、かなりきつい状況になってしまうと思います。まあ、ヴァンフォーレ甲府はね、いいセンターバックというか、まあ、ディフェンドのラインというところでね、まあ、結構注目を集めるチームでもありますけど、まあ、来季、まあ、この2人が抜けてどう戦っていくのかというところもね、注目していきたいと思います。ベテランの選手の活躍も目立つ横浜 FC ですし、まあ、この冬というか、まあ、今年の補強で、渡辺和馬選手だったり、杉本選手なので、まあ、経験値豊富な選手というところが、加入していますけど、まあ、この23歳の中塩選手は初の J1 挑戦になりますので、先ほども言いましたけど、ストロングポイントでもある左足を使いながらね、横浜 FC というところのね、活躍に期待していければいいのかなと思います。はい、というところですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、今回もね、今日のニュースですか、J リーグニュース結構多くて、まあ、今回は井上選手、松本大選手、ブルーノ・メンデス選手、宮代選手、中塩選手というところのね、5選手のね、移籍情報を紹介させていただきました。まあ、ここからね、まあ、結構毎回の動画でも言ってますけど、まあ、冬、移籍のところでね、ラストの
展開を迎えてくると思いますんで、自分自身でいろんなニュースというところを追っていきたいと思います。またね、これからいろんなニュース上げていきたいと思いますし、 J リーグニュースの他にも一チーム一チームにもね、注目したというかの特集というところもやっていきたいと思いますんで、まあ、そちらもね、動画が上がったらぜひねご覧くださいということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。